ブルック級、ミサイルフリゲートは、アメリカ海軍のミサイルフリゲートの艦級。ガーシア級を元にして、52番砲の代わりに、ターターシステムを搭載して改め設計したものであり、1962.3年度で6隻が建造された。基本計画番号は SC B、SCB-199B。当初は、ミサイル公用護衛艦として類別されていたが、 1975年の類別変更に伴ってミサイルフリゲートに再類別された。アメリカ海軍では1956年12月に大西洋艦隊駆逐艦部隊司令官ジョン・ダニエル少将が提唱したようにかなり早期から公用護衛艦をミサイル艦とすることについて議論されてきた。基本計画審議委員会でも1959年8月頃より 最大限の対戦戦能力と一定程度の対空、対水上戦能力を備えた駆逐艦についての検討が着手されていた。一方、通常の公用語衛艦としては、まず戦後、第二世代での講師として1960年度でブロンシュタイン級が建造されており、1961年度では高速化を図るなどした発展型が建造される予定となっていた。 1960年3月、感染局局長、ジェームズ少将は、1962年度で、この発展系をもとにしたミサイル護衛艦を建造するよう提言した。そして同年10月の基本計画審議委員会において、放送型デと、ミサイル型デグの建造が発表された。このデグとして建造されたのが本級である。一方、放送型でとして建造されたのが、 ガーシア級であり、まず1961年度からガーシア級が続いて1962年度より本級の建造が開始された。上記の経緯より本級の基本設計はガーシア級と同一であり、マック構造を備えた車両甲板型とされた。また同級より導入された下級水管ボイラーも踏襲されており、上記正常は 主力戦闘艦並みの圧力 1200LBF インに温度摂取510度であった。電源も同構成でタービン種発電機2機とディーゼル非常発電機2機が搭載された。本級は基本的にガーシア級を元にして一部の装備をバーターとしてターターシステムを搭載した構成となっている。SPS-10 追水場。 s p s 5 2三次元レーダー、SPG-51 射撃式用ガーシア級では、マック上に二次元式の案、SPS-40 対空捜索レーダーを搭載していたのに対し、本級では三次元式の案、SPS-39 に変更された。また、春工後間もなく、発展型の案、SPS-52 に更新された。その他のセンサは、 ガーシア級の構成を踏襲しており、対水上捜索レーダーとしては、アン、SPS-10 を搭載した。単身技は、バウドームに収容されており、62年度計画艦では、アン、SQS-26 アクスアが、63年度計画艦では、アン、SQS-26BX が搭載された。電子戦装置としては、当初は、アン、 WLR-1 電波探知装置及びアン、WLR-3 レーダー警報受信機、a n ウルック -6 電波妨害装置が搭載されて、いたが、後にアン、SLQ-322 電波探知装置に、換装された。中央の上部構造物上には、ガーシア級の52番砲に変えて、マーク22単装ミサイル発射機が搭載された。 これは59年度計画 DDG から装備化されたマーク13炭素ミサイル発射機の軽量化版であり、弾小容量を40発から16発に削減している。艦対空ミサイルとしては当初はターターを搭載していたが、後に SM-1MR に更新した。MAC 直後にはマーク74モッドにミサイル射撃式装置が設置された。 同世代の DDG では2機を搭載した上に砲、射撃式装置にもミサイル誘導機能が付加されており、同時に3個の目標と交戦できたのに対し、本級では GMFCS1 機のみの搭載であり、同時に1個の目標としか交戦できない。なお、GMFCS は後にもっと6に更新されたほか、 これと連接される武器完成システムとしては WDS マーク4が搭載された。艦砲はガーシア級から52番砲を省いた構成となっており、選手間板に38口径 127mm 単装砲を搭載して環境構造物上のマーク56砲射撃式装置により完成した。また、タルボットは オリバー・ハザード・ペリー級の新しい艦砲システムの試験艦となり、1974年8月には艦砲を62口径7 6ト、mm、ル単装速射砲に、また GFCS をマーク92に換装した。ただし試験終了後、これらの装備は従前に服された。対戦兵器はガーシア級と同構成であり、環境直前には、 アスロック対戦ミサイルのマーク1128連装発射機が搭載された。また62年度間では人力での再装填とされて環境構造物全面に折りたたみ式のクレーンが設置されていたのに対し、63年度間では気力による次発装填装置が搭載され発射機が環境構造物に近づけられているのも同級と同様である。 魚雷としては、両原には短距離用の324立方ミリメートル連装短魚雷発射管が搭載されたほか、多くの艦では、船尾にも長距離用の533ミリメートル連装魚雷発射管が設置された。ただしマーク48魚雷の水上管発射板の計画中止に伴い、533ミリメートル魚雷発射管は後日撤去された。これらを完成する。 水中攻撃式装置としてはマーク114が搭載された。設計段階では QH-50 ダッシュの搭載が予定されており、戦備乾板をヘリコプター乾板として、その直前にはダッシュの無人航空機2機、またはフール連絡ヘリコプター1機を収容できる格納庫が設置されていた。しかしダッシュは1960年代以末に運用停止となったことから、 実際の運用は行われなかった。その後、1972年から1975年にかけて、ランプスマーク、I の運用に対応する改修を受けた。これに伴い、SH-2 回ヘリコプターを収容できる、よう伸縮式の格納庫が設置された。当初計画では、1964年度で10隻 その後の会計年度でさらに3隻の建造が予定されていたが、通常の出と比して建造費が高い割には、DDG と比して性能に劣る点が問題視され、1963年1月、ロバート・マクナマラ国防長官は、以後の追加建造中止を決定した。ありがとうございます。